男ちゃんだから化粧でね可愛くなれるかって言うわ。コンタクトなんていつぶりだろうつけんの。本当つけてたんだ。だ目悪いもんめっちゃ。あそうなんだ。めっちゃって言ったら嘘になるけど多少。ちょ待ってちょ待ってあれこんな下手くそだったっけ。もうほんとポンってさ感じだったよ昔なんかコンタクトつけてた時代は、うん、パッパッポンって。えなんかさやっぱ黒目大きいんだよ。あんま変わんないね。次は誰どうする。あなんか長そうだね。ちょっと目開けてみて。開けてみてよ。開けてる。目がちっちゃいのフォークみたいな刺すやつでしょ。いや一応これフォークみたいな。あそのナイフみたいメザイクあるよ。何それ。メザイク。メザイクモザイクみたいな。うんどういうこと。メザイク目をなんか細工すんの。目開けて。あっつな痛い痛いちょっと待って。ちょっと目開けてよ。開けてる目がちっちゃいの開けてんのに目開けてって一番それ失礼なやつだよ。二重は諦めた方がいい。何それ。なんか肌の色明るくするやつ。オッケーえってなんかわかる。うんシャドウちょっと熱いかもしれないけど大丈夫ですか。はいうん、目つぶってて。熱い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 痛い。待ってごめんごめん。えもうちょっと待ってね。ってねおおすごい。こんなちゃんとやったことなかったわ。韓国のなんだ。なんかいい匂いするやつ。いっぱい出てくる。ああそんなもんですかね今日持ってんのは。インちゃん。おお。なんかいるよね。いるよねこういう子。ちょっと決め顔みたいな。ちょっとカメラに向かって。決め顔はどの方だったっけな。分かんない分かんないわ。とっさにできないわ。どう。かわいい。おお。マジかわいい。さっきの写真やばかった。じゃあ写真も載せとく。うん。じゃあ化粧でかわいくなれるってことだね。ポイントは。ほんとちょっと目をね、垂れ目にしてみて。あ、垂れ目にしたの。そうだよ。だからなんかアホみたいな顔なんだなんか犬みたいなさ。それがそんなこと言ってたの。なんかそう、のぺーっとしたさ、アホみたいな顔してんなと思ったらあ、だからね。うん、気に入ってますか。気に入ったわこれ、なんかカツラとか被ってさね、がっつり女装して。あ、でもなんかやってみたいな、がっつりしてみたい。髪の毛も。うん。でもこういう子いるわ。普通にいるわ。うん。ってことで。よっしゃ。はい。また。また来週。来週もやんのね。はいはい。あ、よっしゃ終了で。チャンネル登録とツイッターのフォローの方よろしくお願いします。あと高評価もお願いします。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。それじゃあまた。